斎藤一人出陣のテーマいざ。ほっ、感謝してます。東京新小岩花江体操本部です。一緒に遊びましょう。宮城県名取市の丸館のお店、発泡食品ゆきちゃんくみちゃん商店です。ギャグマン！やるぞやるぞやるぞ！感謝してます。徳島県の丸館のお店、314上板店、原田光三です。お気軽に遊びに来てください。してます。宮城県石巻市、ついてる石巻店のクロスみゆきです。ご連絡お待ちしてます。感謝してます。水俣のまいちゃんこと尾形まゆみです。劇文道場師範です。劇文道場に興味のあられる方はお気軽にお声掛けください。平日の午前10時45分から開催しております。道場の模様は、YouTube やち TV を、ご覧ください。よろしくね。北海道帯広市でたかちゃん先生のお店をやっています。みんな遊びに来てね。感謝してます。茨城県龍ヶ崎で丸勘のお店をしてます。海老原涼ちゃんです。まー、あ、ちゃんです。劇文でますます上昇中、会いに来てね。待ってます。奈良県近鉄五井道駅前、歩いて1分のサロンです。銀座丸勘プチテラス、野村ゆりです。よろしくお願いします。はっ、ついてるむっちゃん商店の劇文道場へどうぞ。お待ちしてます。感謝してます。本気の自分助け、本気の人助け、劇文道場開催してます。遊びに来てね。感謝してます。マルカンのお店、横浜希望ヶ丘店、山下かなみです。一緒に劇文楽しみましょう。お待ちしてます。埼玉県所沢市小手差町、ローズの栗原由美です。劇文道場ご一緒にどうぞ。はい、皆さん感謝してます。銀座丸館鶴岡龍神店の吉田です。一緒に劇文をやりましょう。待ってます。愛知県春日井市で銀座丸館愛の店をやっております、発酵まみです。劇文道場お店でやってます。お待ちしてます。小田商店劇文道場です。お笑いあり、コスプレあり、笑いしかない。楽しい劇文道場で。感謝してます。栃木県宇都宮市にて、丸勘のお店をやってます。キラリです。よしみです。お茶しに遊びに来てくださいね。劇文もやりましょう。あー、船橋の怪人店です。劇文一緒にやりましょう。あー、感謝してます。千葉県の船橋市、馬込沢で斎藤ひとりさんの商品を取り扱っています。コアさんの長野です。よろしくお願いします。神奈川県川崎市の虎猫屋です。一緒に劇文道場をやりましょう。山口ひろみです。劇文道場をやってます。遊びに来てね。バイバイ。イエーイ。兵庫県丸勘南淡路店の里ちゃんです。淡路島でも劇文道場やってます。ぜひ一緒にやりましょう。安住の店モアレディです。お洋服屋さんですけど劇文もできますよ。遊びに来てください。待ってます。道場師範の宇昌です。劇文店マジすごーい。ぜひ遊びに来てね。待ってます。将棋さん安田義流では LINE 電話や Zoom で劇文道場を開催しております。お待ちしてます。自由が大好きな私と自由に劇文をやりませんか。感謝してます。大好きな青森越川原で丸勘のお店をしてます。一緒に劇文言いましょう。おー、銀座丸勘京都木津川店松山です。劇文一緒にやろう。すっきりするよ。感謝してます。遊びに来てね。こんにちは。長崎で取扱店をしております、
ふみちゃん商店です。皆さん、一緒に劇文やりましょう。感謝してます。岡山で銀座マルカンのお店、竜王をやっております。藤井と申します。劇文道場もやっておりますので、笑顔でご連絡お待ちしてます。この劇文を続けていると、愛と光の存在だった頃の自分に近づける気がします。みんなで人生明るく楽しみましょう。感謝してます。埼玉県幸手駅近く、愛と光幸手サロンです。いつも楽しく営業しております。皆様からのご連絡、ご予約、楽しみにお待ちしております。東京小金井市ひまわり健康クラブの朝ちゃんです。劇文道場やってます。マルカン商品販売してます。ぜひご来店ください。お待ちしてます。はい、感謝してます。東京銀座6丁目でマルカン正規特約店をやっています。美和子ママこと柏村美和子です。よろしくお願いいたします。感謝してます。岐阜県岐阜市ラブリーマルカンです。よろしくお願いします。ロスでも劇文道場やってます。来てね。感謝してます。札幌アスカタダです。皆さんで集まって劇文道場やってます。よかったら遊びに来てね。ふわふわハイサーイ沖縄ピンクパッション劇文道場ねそれ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 なじゃてれ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 こんにちは、南草津店のふみかさんです。劇文道場やってます。ご一緒に。改めまして皆さん感謝してまーす。感謝してまーす。はい、本日も劇文道場花井体操本部にご参加いただきましてありがとうございまーす。ということで、まもなく遊劇、出陣させていただきます。その前に、皆様、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ひとりさんの作ってくださいました劇文、こちら大きい声でおたけびするもよし、ちっちゃい声でも小声でもささやきでも、読むだけでも大丈夫。そして顔出しも、してもしなくても全然大丈夫です。あとはご自分の都合に合わせて途中退出していただいて、あとはズーム出たり入ったりしても全然大丈夫です。ご自分の都合に合わせてお過ごしくださいませ。あとは最初に、ウォーミングアップとしてみんなで、やるぞやるぞやるぞの勝ちどき、あとはおーと言っていただいたり、あとは合劇、みんなで一緒に劇文を言う合同劇文、今日は混合体劇文、混合体劇文、火縄銃の混合体劇文をみんなで最初に合劇、そして、皆さんが順番にお一人お一人劇文を言い終わった後、愛と光と感謝の総攻撃として花いたい劇文を、最後にみんなで、一緒に合劇していきたいと思いますので、お時間ある方はそちらも楽しんでってください。あとは応援の王、自分以外の、自分の番じゃない時も王と出せるとはじゃんじゃん出しちゃって大丈夫です。勝ち時も AAO も全然じゃんじゃん出してください。はい、あとはじゃあ最初に、出陣の杯というものをやらせていただいております。こちら、杯、またはコップをね、まあ、かっこいい武将さんを真似まして、左手に持って、やらせていただいております。あ、本気の、自分助け、本気の人助けの戦として、いつでも刀を、愛と光の発光の剣、バッサリバッサリ抜けますように、左手で持っていきたいと思いますので、こちらもどうぞお楽しみください。はい、じゃああとは大丈夫かな。ユーミンさんよろしくお願いします。菊池栄子さんの次、140番。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まずはウォーミングアップいきたいと思います。ちょっと髪剥がれでなんかポップな曲が流れております。はい、ハウリングアップ、はい、どうもです。
まで。では、ウォーミングアップですんで、声出せることは、出せるところは、じゃんじゃん出してください。よろしくお願いします。それでは、よろしくお願いいたします。あ、あと、そう。この場をお借りしまして、皆様、同情師範さんを中心に、素敵なご紹介動画、10秒動画、ありがとうございました。最高でした。皆さん、最高でした。もう最高で楽しくて何回も見させていただいております。ありがとうございます。そしてね、ご協力してくださった、師範様、お仲間の皆様もありがとうございました。引き続き今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは、温まっていきたいと思います。それでは、友人隊出陣にあたり、全国各地より、たくさんの援軍が、駆けつけてくれました。友人隊は、一歩も引くことはありません！斎藤一人作、激文！あなた一人が言えば、百人が助かる！みんなで言えば、無限大になる！本気の自分助け！本気の人助け！未来は明るい。全力で楽しむぞ。一度勝ち抜け。やるぞ。はい。やろう。やるぞ。やるぞ。素晴らしい。それでは皆様、混合体激文攻撃参ります。せーの、混合体激文。あれはね、素晴らしい。皆様のおかげさまで、心も体も地球さんも宇宙も温まりました。ありがとうございます。それではバンザイ行きます。せーの、バンザイ。最高のスタートになりました。おめでとうございます。それでは間もなく出陣いたします。それでは出陣いたします。いざ。式典の舞台させていただきます。
番出陣の杯騎手出陣にあたり命果てるとも、この旗を守りきることを誓います。一度乾杯。八大竜王ガキブン作斎藤一人。ほどいたい代表切り込み隊長京都家ぶつかー。あー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 ゲーゲーバレラレ無敵のOh!
激文、我ら無敵の大魔人、あれ狂う海を押し渡り、前に押し出す大頭つも、狙いたがわず炸裂し、おたけび上げて突き進み、取って、取って、取りまくり、勝ってみせます日本一、以上。花痛い代表、高橋治わー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 モモトイザラブ豪傑よりすぐり勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一じゃあ払いたい代表中村陽子よく言うのすんだよね。おーおー出た激文我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けてバットで大和を騙し貫いて取って取って取り抜いてOh!
めて攻めて攻め抜いてやってみせます日本一以上花火大代表松岡拓也友人対劇部。いきます。せーの。友人対劇部。我々、無敵の友人対は、親方様の命のもと、地刀下げて、切り込めば骨は砕けて肉は飛び攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます日本一せー以上おおほのいたい代表バーンみはかバーバーンバーンゴータイ激ブー我々無敵の金剛隊は闇を切り裂く火縄銃火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐれ激分。我々無敵の金剛隊は、闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もうもうと、居並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝って勝ち抜いて、なってみせます日本一。以上。し、おたけび上げて突き進み、取って取って通りまくり、勝ってみせます日本一以上。ほどいたー代表千葉あきこー。あーあー騎馬隊劇部、我々無敵の騎馬隊は、毘沙門天の旗のもと、真っ先かけて前進し、一番槍に輝いて、取って、取って、取ってみせます。日本一、以上。おー、あー
花いたい代表松永ふさかおー大魔人激分我ら無敵の大魔人あれ来る海を押し渡り前に押し出す大筒も狙いたがわず炸裂し、おたけびあげて、突き進み、とって、とって、取りまくり、勝って、見せます日本一以上おーまあ離れたー代表吉田新恵ちゃんお戦って
無敵のアラーム小隊は仁義にかけあげ姿命をかけて出陣のかけた誓いを妙に勝って勝ち抜いてなってみせます。日本一以上。この一戦代表マティス美香子。アラーム小隊激分我々無敵のアラーム小隊は仁義にかけるあで姿命をかけて出陣のかけた誓いを妙に勝って勝ち抜いてなってみせば日本一以上。おー花いたい代表近藤ひざこおーんおーん花いたい激分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊大和魂貫いて波あれよー
我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、アッシュラのごとく戦って赤い血を引く無傷傷隊は一歩も引くことはあ
せー生きた皆様に感謝を込めて愛と光と楽しい激文旗祭りまだまだ盛り上がっていくぞー一度勝ち抜けあいおー続きまして本日の友人大会アドイ会代表石井幸子前に押し出す大筒棒狙いかがわず炸裂し雄たけび上げて突き進み取って取って取りまくり勝ってみせます日本一以上続きまして本日の友人隊長第二部隊石井三一郎おおお大魔神激文我ら無敵の大魔神荒れ来る海を押し渡り前に押し出す大筒も狙いたがわず炸裂し、おたけびあげて突き進み、取って、取って、取りまくり、勝ってみせます、日本一以上おぉ花いたい代表伊藤銀子おお千葉隊激文我々無敵の千葉隊は毘沙門天の旗のもとます前進し、一番槍に輝いて、取って、取って、取ってみせます。日本一、以上ああ放いて代表ゆうこおー龍神隊激文我々無敵の龍神隊は親方様の命のもと血がたな下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます日本一以上おー花板代表伊藤春音おーおーおー花板代表伊藤春音野球部人おーおー無敵の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 
撃おりゃーおーまあら武者隊激分我々無敵のあら武者隊は仁義にかけるあげ姿命をかけて出陣のかけた誓いを妙に勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上おー花いたい代表グラスみゆきって赤い血を吹く向こう傷勝って勝って勝ち抜いて取ってみせます日本一以上花いたい代表花と小僧
人生だけ受けてバットタイヤマト魂貫いて取って取って取り抜いて勝って見せますね叶えたい代表玉城春恵おおおお大魔人激分我ら無敵の大魔人あれくるみを押し渡り、あえに押し出す、大津も、狙いたがわず、炸裂し、おたけびあげて、突き進み、取って、取って、取りまくり、張って、見せます、日本一、以上おー叶えたい代表ハラットゴーズおーおー叶えたい激分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで獅子吹き受けて抜刀隊ヤマト魂貫いて取って取って取り抜いて勝ってみせます日本一以上おーおー離れたい代表カワヒトヒロコおーおーおーはやぶさ隊激分我々無敵のはやぶさ隊は親方様をお守りし名誉にかけて突き進み血の一滴の枯れるまで、攻めて、攻めて、攻め抜いて、絶対なります日本一以上おーおー叶えたい代表菊池栄子
激文我々無敵のはやぶさ隊は親方様をお守りし名誉にかけて突き進み血の一滴の枯れるまで攻めて攻めて攻め抜いて絶対なります日本一以上花井大代表佐野イルホー花井大代表さやのみさやあーあー本郷隊激文我々無敵の本郷隊は闇を切り裂く火縄銃火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり勝って勝って勝ち抜いてなって見せます日本一以上あぁはなえたい代表北住彩子我々無敵の騎馬隊は毘沙門天の旗のもと真っ先かけて前進し一番槍に輝いて立って立って立ってみせます日本一以上花井大代表下浦恵美子アラームシャッター激文我々無敵のアラーム車隊は仁義にかけるあで姿命をかけて出陣のかけた誓いを妙に勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上おーおー花井大代表高橋エンジェルおーおー神風隊激弁風を吹け波、あれよ我々、無敵の、神風隊は、親方様を、お守りし、アシュラのごとく、
戦って赤い血を吹け無効期で勝って勝って勝ち抜いて取って見せます日本一以上花井隊代表西川寺あけめおおおアラムシャ隊激分我々無敵のアラムシャ隊は仁義にかけるアデス型命をかけて出陣のかけた誓いを妙に勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上花井隊代表加藤真由美はやぶさ隊は親
方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで、攻め抜いて、絶対なります。日本一。以上。花いたい代表。佐野イナホ。本日の新狩り隊長エンド次回帰ろう
典終了。はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大感動大迫力の試合、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、そして、本日の試合が、今までで一番最高の試合でした。おめでとうございます。それでは、バンザイ行きまーす。せーの、バンザイ。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 素晴らしい、全身全霊魂の叫び気合い、ありがとうございました。そして本日は皆様のおかげさまでどこまでもついてる49撃、おめでとうございます。ということで暫定本、今週のギネス更新でございます。おめでとうございます。ということで3本締め回りたいと思います。皆様それではお手を拝借。はい、おめでとうございます。それでは、万歳します。せーの、万歳。万歳。ついてる人はどこでもつい、どこまでもついてる、ついてる、ついてる。ということで、おめでとうございます。ということで、激文道場、花火体操部、遊劇、ありがとうございました。最高の時間をありがとうございました。ありがとうございます。ということで、あ、一個、今日思い出したんで、お話をさせていただきます。先週の金曜日、激文道場の遊劇が終わった直後、自分的には、まあ、個人の感想なんですけど、自分的には、いつも通り、今日みたいに声を出したつもりだったんですけど、終わった直後に、全然喋れなくなっちゃって、声がかすれちゃって、あれおかしいなーと思ってたんですが、ビヨンカツさんのサンプルをちょっといただきまして、30粒飲みました。そしたら、個人の感想ですが、3時間後ぐらいには、普通に喋れるまでに、カットしました。はい。だから、アビオンカツさんは、やっぱいろんなところにいいのかなと、体のバランスが良くなると、おのどさんにもいろんなとこにも良くなるのかなと、個人の感想です。感じました。ということでね、ビオンカツさん。そう。このビオンカツさんは、おそらく今週末に、皆様の方へ、まあ、数は限られておると思いますが、行くと思います。ということで皆様も行きつけお世話になってるマルカンのお店さんでビヨンカツさん、よかったら予約お待ちしてます。楽しみでございます。はい、ということで見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。個人的にも楽しみでございます。この激文の毎日を激文道場に加えて、間もなく到着がビヨンカツさん、楽しみがいっぱい、幸せでございます。ということで皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お会いしましょう。ごきげんよう。5秒前。4、3、ありがとうございました。ありがとうございます。